はい、どうも皆さんこんにちは、ハンニャでございます。さあ続きやっていきましょう。またあいつか、この罠か、こっからか。いやこれもうね、避けれないわ、走れないしね。なるほどね、ちょっと分かってきた。ちゃんと避けれるとこあるわ。いやーちょっと最初どうなるかと思ったわ。ほんとこれでいいんだろ。なにこれ、顔、マネキンの顔だらけ。え、どうすんのこれ。なんか嫌な予感するわこれ。またなんかあるしね、この牢獄っぽい感じ。あ、なんか来たわ。あ、そうなっちゃう。いった。え、これどっか行くの。え、いやー、いけた。もう喋れんわ、こんなんもう。みんなお前のせいだ。え？いけ、逃げろ。もうこれは逃げるしかない。みんなお前のせいだ。あ、逃げれたね。ひどいなこれ。ん？なんだ？あ、地図の断片あったか。やばいやばい、もう普通じゃないってもう。あ、花が散ってるね。帰ってこれたかな。これはなんだ。
ここに導いたのはなぜだ。すごいね、ひまわりの。ルビックは何かをね、語りかけようとしてるような、そんな感じがしますね。弾があるね。この周辺なんかいろいろアイテム落ちそうだな。ってことは、まあ何かしら敵がたくさん出てくるということは間違いないんでしょうね、これね。まあ一周ぐるっと回ってね、家の中入ってみましょうかね。ここは登れないのか。無理か。これでハンドガンの弾が8発まで増えたかな。こんなもんかな、とりあえずは。じゃあ入ってみましょう。そこって分かってるよ、息が聞こえるもの。金持ちのバカめ、俺たちの土地を買い漁って、俺たちのもんだと思い知らせなくちゃな。こいつ頭おかしくないかなんか。ちょっと、これやばいな。おい、ガキがいるみたいだぜ。何も聞こえねえな。これまずいな。やばいやばい、出れないじゃん。あ、これで火傷したんだ。あー、お姉ちゃんはこれで死んじゃったんだね。くそ、早くここから出なければ。なになに、あそこだ。オッケー、どっから上登るんだ、これか。ほう、でこれはなんだ。OK、 あとなんだ、あとは何をすればいいんだこれ。ちょっとわからんな。あれ、これ回したもんね。どうやって登るんだこれは。いや、それは分かってるんだけど。え？あったあったあった。いや、回せないよね。いや、ちょっと分からないなこれ。こっからなんか撃つってことかな。そういうことか。なるほどね。これも燃やしとくか一応。あ、燃やせないわ。よし、脱出しよう。またあいつか。これどうやって倒すんだこいつ。
え？なんか来たし。さあどうしようか。彼らは間違えた。これだね。なんでなんでなんで。いて回復取るな。とりあえず敵を倒していくだけでいいかな。なんか効いてる感じはするね。なんとなくだけど。いや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 、めちゃくちゃだな。もうこの辺の内容がもうひどいひどい。もう何よりもね、いっぱい死んでるからね、ここだけで。いやー難しいね。食べてくれ、体力を回復しないと。子供たちに会いたい。ベアトリス、何度も話したじゃないか。たまに声が聞こえるの。やばい、ちゃんと見たかった。え？何だったんだ。ああ気になるな、さっきの何だったんだろう。この隙間、このドアは開かない。え、閉じちゃったよ。はい、ということでチャプター9がね、かなり死んでしまって、ちょっとボスのね途中からやり直して動画をねまたいでしまったわけなんですけども、今回ちょっとね早いんですけども、チャプター9が、区切りのいいところで終わったと、まあ、いうことなんで終わっておきたいと思います。ただなんかね、話がいまいちまとまらないというか、でどうやらね、あの看護師はラウラじゃなくてタティアナだったみたいですね。また別人らしいんですけども、ラウラは、どうやらこいつ、ルビクのね、お姉さんだったようですけども、まあ今のね、ひまわり畑にある、納屋の中で、どうやら燃やされて、まあルビクはお姉さんに助けられたんだけど、お姉さんはそこから出られずに、まあ死んでしまったのかな。意識不明の重体って言ってたような気がするんだけどね。うん、まあそんな感じの。ことを言ってまして、まあそれをねちょっとまたこいつのルビクのね意識の中で、このカステヤノスにその
場面をね見させたのか、まあ、何を伝えたいのかちょっとまだよくわからないんですけども、まあちょっとずつね話が展開されていってるので、まあ、この先にねいろいろまた解き明かされる謎が出てくるんじゃないかなと思います。はい、では今回はねこの辺で終わっておきたいと思います。